人の話を聞くことができるようになるってことは、これは本当に3次元ではできないように作られています。だから人の話がね、聞けたらこれは奇跡が起こりますね。本当に、まあそう、聞けないように作られているからこそ、聞くこと自体がもう奇跡的な体験なんですね。だから、これはどうして聞けないかというと、全部がですね、まあこれは、自分が相手の言わんとしていることを、聞くのではなくて、自分の聞きたいように聞いてしまう。また、自己否定や、自虐というね、プログラムを持っている場合は、どんなことを言われても、勝手にね、自分が、まあ、責められたとか、そういうふうに受け取ってしまうんですね。なので、そこの瞬間に、まあ、聞けなくなる。もう言わないでくださいというふうになりますよね。だから、もうずっとね、会話にならなくなってしまうんですね。だから、そこでもうコミュニケーションが取れなくなってしまう。そうすると、まあ、それがね、続くと、もうお互いに、あ、これはちょっと無理だな、ってことになってしまうので、これが夫婦なんかになると、離婚になったりとか、また、まあ、離婚はしなくても、コミュニケーションがない夫婦になってしまったりとかね。そういうふうに、まあ、なってしまうわけですね。だから、やはりね、この、まあ、そういうこと抜きで、まあ、全部ね、今の世の中って、そこは抜きで、なんかこう、成功していこうとか、いろんなね、方向に行くんですけども、それは、全く、自分が、本当の自分がね、求めている方向ではなくて、本当は、そういうね、まあ、ちゃんとコミュニケーションが取れて、行くことによって、まあ、自分のいろんな傷が消えていったりとか、そのね、いろんな夢が叶っていったりするわけですね。で、これは、やはりこのシステム、ね、ミロスのシステムがあるからこそ、どんな人でもシステム通りにやれば理解できる、ね、それを体験することができるわけですね。で、いつも言うように、概要欄の方に7日間の無料メール講座がありますので、そちらをご覧になっていただくとシステムがね、理解していただけますので、そのシステム通りにやってもらう、ね、もしねやってるのにできないじゃないかってね思うときは、システム通りにやっていない、つまり今日の お話のテーマですね、聞けなかった、相手の話を聞けなかったね、何か自分のエゴで、聞いてしまったので、そういうちゃんと正しく聞けなかったがゆえに正しく実践することができなかったということを、理解してもらえたら、またそこからスタート、再スタートを切ることができるので、安心してね、まあ、できなかったなっていう時があっても全然、大丈夫だし問題もないので、その時またね、あ、そうだったんだなと思って、聞き直していただくと、理解ができるようになってますね。だから、本当にどんな状況であっても、ミロスのシステムというのが、分かれば理解できた瞬間に、その世界から解放されますね。これはね、頑張って生きてきた方、我慢して生きてきた方ね、最初は非常に理解しにくいと思いますね。僕もそうだったので非常にそこはわかるので、そこの場合はね、もう焦らずね、淡々と楽しみながらやってみてください。そうすると、話が聞けるようになってきますのでね。僕自身ももうこういうことを教えてもらうまでは全く聞いてるつもりだけど聞いてなかったっていうことをね、体験してきました。なので、もう全然大丈夫なのでね、あ、聞けなかったなっていう時にね、素直に聞けなかったことを認められたら、聞けるようになりますのでね、ぜひこうね、何度もこの、YouTube もね、何度も聞き直していただければ、あ、だんだん感覚がね、あ、そっかそっかと、こういうことを言ってるんだなっていうね、もともと持ってたあなたの素晴らしい感性が復活してきますので、ぜひね、何度も聞き直してください。で、そして、もっとね、早く臨場感を持って体験したいという方は、
同じく概要欄の方にブログが貼り付けてありますので、そちらからね、僕の講義スケジュールがありますので、ちょっと地元から遠いなーって時もね、少し勇気を持って足を伸ばしてもらえるとね、ああ、こんだけ求めてくるのってすごいことだなっていうことはね、体感していただけますね。実際に僕もいろんな講座をさせていただいてますけども、遠くから来るとかね、いう方、本当に頭が下がるんですけども、そういう方ってね、やっぱすごく感じてくださるんですね。それはやっぱり、それだけの気持ちを持って、臨むことができるからなんですよね。そして、またそれを受け取ることが、もちろんできるということですね。またね、本当に何度も聞き直してみてください。今日も最後まで聞いていただいてね、本当にありがとうございます。またね、次回聞き逃さないように、チャンネル登録の方をしておきましょうね。また、そして、グッドボタン、シェアもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。